なんてね、自分で思ったわけですけども、さあここで A strange white object was reflected in my video diary on April the 14th, 2020. It was an object rather than a light. What do you think of this object? 奇妙な物体がビデオ日誌に映り込んでいました。2020年4月14日のことです。それは光というより何かの物体でした。皆さんはこの物体を何だと思いますか？広瀬林、浜松シティ、ジャパン。
で結論ということになりますが、はい、つまりは私の書斎の中で起きた開口事件ということになります。2018年の7月8月2019年の4月9月そして12月ですよね。さまざまな開口事件が起きました。でよく見るとですね、先ほども言いましたが、これ自体は光ってはいないんですよね。拡大してみますと薄い影ができているのが分かります。つまり私は光ではなくて物体と判断しました。くしくも2020年4月14日、昨日のビデオダイアリーを撮影している時にこの物体が映り込んだわけですけども、2019年の4月14日ちょうど1年前、岐阜市のですね、JR 岐阜市駅前の会館で勉強会を開いていた時に、さまざまな怪奇現象が起きました。時刻は2時35分午後ですね、から2時40分の間ですけども、フラッシュ光を見られた方が2人で、フラッシュ光が飛び回るのを 見た人が1人、そして透明人間のようなもやもやとした物体を見た方が1人、そして、三角形の一辺が40センチぐらいの真っ黒の、UFO を目撃なさった方もいらっしゃいます。そうした一連の事件と重ね合わせてみるとですね、4月14日という日が同じ日であったということからですね、何か関係があるのではないのかなというふうにも考えています。ともかくも私のこの書斎の中ではですね、さまざまな怪奇現象が起きていますが、これもその中の一つということになります。今回ですね、このようにビデオカメラの中に収められたということは、
大変ラッキーだったと私は考えています。後の判断は皆さんにお任せします。バイ。要するに今から500自分で思ったわけですけども、さあここでもう皆さんもう結論出していいのかな。要するに今から500自分で思ったわけですけども、さあここでもう皆さんもう結論出していいのかな。要するに今から500年